音楽表現家、歌手の秋山千鶴です。私の YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございます。このチャンネルでは音楽をテーマに、その背景や歴史を伝え、あなたの心を元気にできたらと思っています。なぜならあなたの命は歴史とつながっているからです。決して一人ではないということを感じていただきたいと思っています。よろしかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではここで私の仕事について3つお伝えいたします。1つ、音楽は心を育むという志を持ち、音楽塾を経営し20年以上になります。その他、保育園、幼稚園、小中学校、大学などの教育現場を講師として体験しました。2つ、20年前から言葉と歌声だけで日本の歴史文化を伝え続け、独自手法の呼吸法、音楽療法を兼ね揃えた五感育診を考案いたしました。そして子育て講演会やワークショップなど延べ15万人以上の人たちに伝え続けています。3つ、2014年12月 CD 愛の調べを16曲入り発売。大切な3つの歌を収録しています。1つ、幻の名曲と言われる武士道始まりの歌。2つ、日本のため戦われた英霊の方々の歌。3つ、音楽で命が助かった私の娘から生まれた歌。読売新聞月刊父の取材を受け、リアルと SNS で CD を完売。この CD に収録したカッチーニのアベマリアは YouTube で再生回数19万以上のアクセスをいただき、そのコメントに一人で17万回以上も聞いたよと書いていらっしゃる方がいてびっくりしています。そのリンクは概要欄に貼りますのでご覧ください。また2020年11月、俳優演出家の三上洋平さんからオメガ東京の舞台でこの歌が必要だと連絡いただきました。三上さんは2020年若手演出家コンクールで最優秀賞を受賞。このような流れを2021年版のカッチーニ鍋マリア動画を作ってみようかなと思っているところです。音楽講師だった私が歌手になったのはたくさんの方々のおかげなんです。今から中島みゆきさんの意図を届けますが、この歌の終了後になぜ歌手になったのか、ここでしか聞けない秘密のお話を一つだけいたしますので、どうかチャンネルはそのままでよろしくお願いいたします。それでは音舟ラルシュ命の鼓動ライブから、目には見えない糸、その心の糸でつながっている、そんな思いを込めてお届けします。どこに来たの
最後までお聞きいただきありがとうございます。見えない心の糸がつながり、私は歌手という道を選びました。その背中を押してくれたのが、なんと本の主人公、その方から直接、あなたの声や考え方は素晴らしいとお電話をいただいたんです。2012年、私の音楽塾主催の次世代に大切な歴史と歌を伝えるコンサート、それに30社の方々が協賛してくださって開催できました。その CD を井川聡著書軍艦矢作海戦記の主人公池田武邦さんに届けたのがきっかけです。ブログに書いていますので概要欄をご覧ください。皆さんは永遠のゼロという本やまたは映画をご存知ですか？あのお話は空の話でフィクションでした。でも池田武邦さんのお話は海のお話で実話です。太平洋戦争、たくさんの海の戦いから生還され、日本の戦後復興に尽力された建築家です。そうそうたるビルの建築に携われていて、この作家の井川聡さんがもう一冊本を書いてあって、ハウステンボスのことが書いてあるんですね。その本を読むと、池田武邦さんはハウステンボスの創設者で、高層ビルばかり建ててては人間の体に良くないんじゃないかということで、2000年先もある町をという思いで、あのハウステンボスは作られたんだっていうことが、その本から分かりました。うわって感じですね。本当に歴史を紐解くと素晴らしい人物に出会えるんだって。私はこの本を読むまで実は一度も戦争の詳しい実話を読んだことがなかったんです。この本から実在する人物に出会った、ここでなんかな、心の扉が開いたっていうのか、心で物事を見るっていうものの、窓が閉まってたのがこうパッと開いたような、そんな感じです。だから私は一人でなく、たくさんの今は亡き先人の方々、またはご先祖様のおかげで生きているっていうこと、こんな当たり前のことに気づいたんですね。この気づきはほんの一部です。また少しずつお伝えしたいと思います。どうぞチャンネル登録よろしくお願いいたします。また概要欄に LINE 公式アカウントなど直接話せるリンクがございますので、ぜひそちらの方もご登録よろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。さようなら。